いどうも、うーたんと、りゅうでーす。ね、今日は、ちょっとね、まあ、バレンタインデーも近いということで、ちょっと、まあ、もろ、ため通りってば。言うなぜ服が一緒じゃん!2 本目今日2本目です!2 本目です。まあ、ちょっと、バレンタインデーが近いと。ちょっと服着替えるか。違う、バレンタインが近いとか、さっきも言おったしと思って。が近いということで、まぁ、あ、ちょっとこの、まぁ、あ、この恋愛に関する、ちょっと俺はよくわからんないけど。恋愛って、まぁいろいろなんか変なランキングがあったから、ちょっと紹介して。紹介していこうと。そして、文句を言ってこうか。ギフティブやけどな。オッケーオッケー。まず。まず、イケメンが多い都道府県は第1位。東京都。拍手だな。第2位。神奈川県。第3位。福岡県。まあ都市やな、三大都市、三大ちゃうか。まあ東京にだってイケメンが集まるのも分かっとんで、芸能人が多いし、イケメンが多いっていうか、多分でも人口の割には絶対少ないの東京って。まあ俺もともと東京ずっと住んでたんやけど、ちっちゃい頃が東京で、うん、また一人東京行ってとかずっとしてって東京住んでたんやけど、原宿とか行ったらブスの動物言うなおいおいマジでブスしかおらん。言い過ぎやろ。動物園は言い過ぎやろ、さすがに。サファリパークやで、あれ。いや、ほら、中に可愛い子もおるけど、こう、竹下通りとかパッて見たときに、もうブスしかおらん。しかもみんなこう、まあ、バンギャとか多いやん。ちょっと変わった子おいで、髪何の緑とか。マジ動物園やん、みたいな。まあ次はほな、男性諸君お待ちかね。美女が多い都道府県です。さあ、1位。1位。東京都。嘘つけ。え今動物園って言うのだろう。第2位、秋田県。これは分かるような気がする。秋田美人って言うからな、うん。第3位、沖縄県。まあ沖縄もな、顔。濃いだけ濃い。まあ濃いと綺麗な子もおるの。おるおるおる。でも、俺の中の第1位は、もう絶対不動の北海道や。北海道美女が多い、うん、マジで可愛い子多いなと思う。東京はマジで人口の割には少ない。ただ飛び抜けて可愛い子が多い。東京はめっちゃ可愛いなっていう子は何いっぱいおるんやけど、うんうんうん、人口で比べたら少ない。少ない個人見解はね、うん、まあ北と沖縄は分かるかなっていう感じかな。こくりさんじゃあ次、肉食系男子が多い都道府県第1位大阪。大阪、まあ確かにな、まあ、大阪はわかるな、うん、第2位が東京、第3位が沖縄。東京はないわ、肉食絶対おらんわ、あんま。まあそう、まあ大阪はだってもう大阪はな、まあ、しゃべりが肉食じゃん。でも大阪のおばはんってうっとうしいな。言うなって見てくれよ。しゃべりかもしれへん。大阪も住んどったんやけど、うん、あのスーパーのレジ並んどった人のカゴの中ジロジロ見てくるのよ。あ、気になんねえよ。すごい声こいつ今日何組やろ。こんなものババアとか思うの。ババアって言うな。まあなおナンパされやすい都道府県でも大阪と東京は常に上位と。まあまあまあほら、うん、ナンパスポット的なのが多いでな。まあな、初体験の年齢が早い。初体験ですよ、初体験。第1位沖縄、第2位青森、第3位高知。高知県。いや、田舎やな、やっぱな。田舎やな、そういうことね。することね、もうやるしかすることないからね。うん、俺らの住んでるとこも入ってくるかと思ったけどな。でも、平均年齢1位でも19歳うん、19.、まあ、20歳ぐらいある平均で。遅うないか。いや、俺も、まだやな。遅いよな。遅いって今の時、今時こんなんなんか。19歳は絶対遅いよ。遅いって言うの。ディスられるような気がする。もうええわ。来ましたよ。異性との経験人数が多いのは、まあ多分みんな気になるやん。パンコをやりちんが言うな。言葉を気をつけろ。パンコやりちんが多いけど。第1位高知県。すみません高知県の人たち。第2位沖縄、第3位が愛知県。酒飲みが多いけんかな。沖縄もこうだな。酒飲みじゃ多分これ。
うん、沖縄もクソ飲むでな。高知、沖縄、酒飲みやんな。浮気する確率が高い都道府県。これはええな。あの、バレンタインの企画に。気をつけろ。絶対俺らのとこ入っとうだろ、5位ぐらいまでに。第1位、島根県。島根県の人だけ気をつけてください。第2位、富山県。富山県。第3位が三重県。三重県。これでも何なんだろうな。なんか理由はあんの書いてない。理由これなんかいまいちピンとこんな。こんなこれ。まあけど、島根県の人と、富山県の人と、三重県の人は気をつけてください。誰か俺にロイズのチョコレートをくれ。沖縄のやつにいいよ。なんでロイズって沖縄やん。そうなの、うん。本社うん。受け取りたい時間帯。男性がチョコレート受け取りたい時間帯を、ちょっと教えてあげる。そんなんある12時、昼の12時。なんでかいい。なんだ12時8分がベスト。意味がわからんねん。なんか、早い時間を望む声が集まったらしいよ。なんだ8分ってどっか出てきたの意味よ。一日中そわそわするのが疲れるし、早めにもらって落ち着きたいと。何をそわそわすんねん。そっか、くれるんだ。ああ、今日誰かにもらえるかな、みたいな。みんな、俺にくれるの全く。送るのどこに送るのチョコレートで家建ててんの前みたいなチョコレートもらった分で。いやいやいや。どうするのゼロだったら。あ、そっか。誰かくれ誰かくれそもそも逆にまあもらえたとして1個2個だったらどうするのどうやって作るのほんまにこのビニールとりあえず全部溶かしてしかもお前それでゴディバとかロイズとかだったらこんなんとかそう、うん、混ぜようだもったいないいやいいよ別にこれも一歩の企画として取り上げればいい企画としていいけどこの上げた子はこういう気になったらいい言わんこと言わんこと誰かくれー誰かくれーめっちゃ言うな本気で揚げた子からしたらごっつい失礼な話じゃな溶かしていやこれだってさ手作りとかもらってみあだって一点溶かしたもんまた溶かされるこう湯煎されて終わりやろ溶かしたもするもしもまあ本命チョコもらってお返し10円これはこれで反感かも10円って何うまいもんいやだって昔からこうホワイトデーは飴とかって言われてクッキーとか自分で飴買えるあれやらなあ、わかった10円やめもう10パチョンです30円くらい絶対くれるわまあ男性のリスナーさんもおるし女性のリスナーさんも多分見てくれる人はおると思う、うん、で初見とかおい、リラックスすんな。ただこっちの汗。動画では真剣だな、誰かが言おったら。デブ言うな。今、普通に口が滑って。デブって言うたらだよ。あれや、何を話しちゃったっけやばいやばい、アルツハイマーにかかる気がする。ん？なんだっけもう次行こう。あ、次行こう。バレンタインデーに告白したこと、されたことがある人は、約1割。昔な、これ、俺らの YouTube 見てないことを祈ってちょっと言うわ。昔な、小学校の時なんやけど、うん、バレンタインデーに、うん、くれた子がおったの。うん、くれたのはいいのよ。うん、でも、まあ、当時俺住んどったのこう、東京の団地、マンション、マンションとかのとこで、まあ、みんな大体家どこか知っとるの、大体の。うん、で、家帰ったら玄関の前に袋がバレンタイン。うんうん、まあ俺連れとかとこ帰って、うん、もらってるやんみたいな。うん、なので、うん、まあ、誰からもらったか知らんで、この時は。うん、で、開けるで、うん、じゃあまあチョコと、変な名前。熊のぬいぐるみが入ってる。うん、で、手紙に、うん、その、修学旅行じゃないけど、うん、なんか小学校の旅行があって、うん、それに私のことを好きだったら持ってきてくださいって入ってたんで、うん、ほんま見てないことを祈るわ、うん、これ読んで、うん、まあ
名前が書いてなかったんかな。おう、誰か分からへんよ。でもある程度情報が入っとって誰かがあげるって言いよったよ。うんうんうん。でまあ大体分かっとって、うん、これ修復料持ってきてください、うん、まあ、俺全然ほんと興味なかったし、うん、まあ、むしろどっちかって言ったら学校でちょっと嫌われてるような子だったら、うんうん、まあ、チョコは一緒に常にあげた。うん、ぬいぐるみは外に持ってちゃくちゃしたな。ほんまに。じゃあほんまな、だけ、うん、バレンタインで結構こう男ってもらう張り合いするやん。うん、ちょっとじゃあ何個もらったとか、うん、あのさ、うん、ほんまに興味ないやつからもらう一番困るからな。らしいね。逆に、うん、あの迷惑。そこまで言う。そこまで。学生時代はな、うん、今は大丈夫、うん、学生時代はこれで逆にいじられるとかいじめられるってことが出てくるわ。ああ、うんうん、あお前ああいうのあいつから無理だけど、そう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 、うんうんうん、まあ、俺こんなんなかったけど、うん、絶対こういう子も出てくる。出てくるわな。バレンタインってなんかすんなくしたらええと思う。待って待って、知識がだいぶ変わってくる。これが、これ言うてしもたらって見てないことを祈るは言うで、多分これで安心して俺も聞きよったけどさ、この企画の意味がなくなってくるわけ。みんなにこういう情報を教え、発信してないかんほうなんやから、バレンタインなくそうぜ。なくすんだから。みんなこれだってさ、みんな言うやん、なんか手作りのチョコレート作るとか。じゃあほんで思い出した。で、その旅行終わって帰ってきてから、うん、なんかもうそうか知らんけど、俺がこのぬいぐるみを取ったってこの女が言いふらしとって色。やばい。修学旅行にぬいぐるみを持って行ったらだいぶ痛いけどな。このブス殺したのかな、あの言うなって。ほんまむちゃくちゃ言うわ。やばい、こういう男には気をつけてください。まあ、あんまこれはちょっとな、俺多分小学校の同級生とか男を見よう子とかおるけど、あんまいい人かないよ、うん、絶対わかるよ。いや、当時のこと覚えとったらこいつらも、ああ、あのことかって思うだろうよ。まあ、では、まあ、まあ、皆さん、あの、動画をこれで一応ランキングはこのままで終わろうかなと思ってますんで、皆さん、良いバレンタインをお過ごしください。こんな感じで、こんな感じで、またあの、いろいろランキング等は紹介していこうと思いますんで、またね、興味のある方はチャンネル登録お願いします。では、バイ。